私は大丈夫よ。明日の炊事当番はさやかだし。よし、じゃあ決まりね。私が言うのもなんだけど、あの子、ああしてるけど成績はいいの。進路についていろいろとあってね。最近、部屋に閉じこもって考え込むことが多くなって、心配なの。そうだといいんだけど。それでね、神岡くん、お願いなんだけど、さやかの相談相手になってもらえないかしら。ううん、あの子、神岡くんに懐いてるみたいだし、ね、お願い。
してるよ。そうね、 A そのものよりその由来が問題かもしれないわね。既成概念にとらわれているな、つつむくん。美術品の鑑定は無心にならなければその価値を見誤るものよ。さっきも言ったように、まずこの絵の出所を調査すべきね。必ず何かあるはずよ。それはわからないわよ。だけどきっとモデルなり作者なりにこの世に対する怨念とか執念を抱かせる事件があったのよ。
ありがとう。ごめんなさい。ちょっと待ちなさいよ、たけし君。あんた何なの？女の子を捕まえてペッタン娘だなんて。なんてこと言うの？女が言われたら傷つく言葉は想像つくでしょうが。女の気持ちも考えずに自分勝手なこと言ってそれで済むと思ってんの？ちょっと鼓、もうやめて。私気にしてないから。井上くんだって悪気があって言ったんじゃないし。だからやめて。神岡君の行動について私にいちいち説明する必要はないわ。神岡君の取材に口を出すつもりもないし。神岡君が私に説明する必要がないのと同じように、私が神岡君に説明する必要もないんじゃないかしら。説明する必要はないかもしれないけれど、円滑なコミュニケーションを取る努力をすることは必要じゃないの、麻生さん。コミュニケーション？聞きたくないことは聞きたくない、言いたくないことは言いたくない、それだけだわ。それって単なるわがままじゃないの？
めんなさい、お役に立てなくて。アキちゃんが謝ることはないでしょ。それに取材はまだ続くのよ。今から弱音を吐くなんてだらしないわよ。噂の元になった怪現象が目撃されたのは夜が多いじゃない。だったら夜の学園も調査しなきゃ。進くんって真面目なんだ。でも新聞の取材なんだから思い切ったことやる根性がなくちゃ。ちょっとつづみ、それはまずいよ、やめようよ。それに何か出たらどうするのよ。